織家の織田信長です。はい、大友からの出戻りの、織田信長で、出戻ったら、機長さんと、妻と離れ離れになってしまいました。どうもね、一回別々の城に配属になってしまうと、この謀反を起こしても、奥さんマックス有効度マック、あれ有効度、これ奥さんが選べない。機長さんどこ行った？機長さん、機長、あれ機長さんがいない。これ範囲があるのかな、これね。あれちょっとまた、うちの機長さんどこにいるのかな。もう、天下とかどうでもよくなってますね。機長さんと一つ屋根の下で暮らしたいですね。そんな離れてる？うち嫌い。ここでしょ。これ国違うのかな。ちょっと、設定変えますよ。国境有効にします。はい、あ、これ国が機長さんとこ結構危ないね。国違うとダメなの。やっぱり、私ちょっとこれしばらく国境を作ったまんまにして毛利家でね出世しないとダメなのかな。この領地でどうだろう。ちょっと機長さんを、毛利家に預けて、で謀反に次ぐ謀反で移動してって、民衆がですね、あれどれだっけ、これだ、民衆がプラス16でも、80に届かない地域で、領地開発を済ませ、また毛利家に戻ってくる。その方がいいかもなんて思って、ちょっと、どう言ったらいいかな。西園寺と河野行って、河野ちょっと行きますよ。はい、謀反を起こしました。ちょっと謀反に次ぐ謀反を、はい、はい、移動しましたよ。もうこんなに謀反を起こすやつね、信用できるはずがない。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。はい、はい、で謀反を一気に、行けますな。これどこまで行こうかな。やっぱね、細川家って今どこにあるの。細川家、細川まで行っちゃいましょうかね。細川行って、細川の直轄領っていうのは、あ、やった、飯盛山だ。よし、飯盛山行きましょう。はい、ということで、またジャンプ細川に、謀反、はい、謀反で軍港なんかどんどん減ってきます。軍港削って、さてどこに行く。有岡、出るぞ。戦は参る。我が戦。結
結構忙しい。ご覧入れよ。結構忙しいですよこれね。召集にいきなり、よっしゃ。鉄砲、あれ？あ、オール鉄砲。鉄砲一個足んない。足んない。いいや、うん、どうせ核欲だ。はい、いきます。進め。ガチンコですか。どのくらいだこれ。兄さん、はい、私は核欲、はい、よし、どうだ。始めろ。来た来た来た。突撃いつかよ。突き進め。放て。新しいを持って。放て。どうだ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 。この一歩結構やられてる。ここだと、ここだと、矢が楽しかった。あ、使えるようになった。サンダー落ちた。どうだ、巻いたか。いけ、全どうだ、これが新しき草だよ。どうだ、どうだ、どうだ。何、覆せないか。よし、いけ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 。信長さん弱いな。ここはでも、ちょっと、よし、新しきよう、おのれ、お、え、私が、いけ、いけ、いけ、全滅、本当、退却、見なくていいですよね、もうこれね。はい、見ません。全滅。嘘。えらいとこ来ちゃったな、これ。え、ちょっと、九州なんかあった。新鮮。あ、あ、あ、この人たちをね、手に入れたいんですけど、こんなとこで負けてる。スキップしますよ。牛蔵寺が力を増したってやつですね。はい、うわぁ、これは表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。いやちょっと謀反に次ぐ謀反。どこはいいかな。足利がだいたい、ちょっと待ってよ。民中を見ます。民中、うん、十分低い。十分低いぞ。さて、で、ちょっと細川さん、風前の灯火だからな。で、あれ、足掛けの、直轄地っていうと、高屋城か。と、比較的高いな。もうちょっと、もうちょい低いとこ、宝冠地、やっぱ飯盛山最高なんだけどな、民地の低さでね、これね、でもどう、宝冠地、98もある、16、うわ、飯盛山で、ちょっとここで頑張って、で、滝川さん来てる。一緒に滅びて、再就職っていう、どうですか、この案。うん、ねえ、ちょっと。いくら
回復が早くてもこんなに減っちゃうね。はい、訪問とりあえずなんか知らん。滝川一正さん、こんなとこにいるよ。ちょっと一正さん仲良くしとこう。どうした？我が方だけちょっと見ますよ。なんで滝川さんが、うわ、織田家、そんなにやられてる感じしないんですけどね。織田家逆に攻めてるじゃん。今川に押されてよくわかりません。すいません、ごめんなさい。解説できません。このまま、ここを動かず、この低い、この民衆のこの低さね、いいですねこれね、プラス16でも民衆56、これいいっすよ。ここならまだ、例の500名発生するんじゃないですか。ちょっとね、このままここで、細川とともに滅亡して、さてどこの勢力になるか。何十プレイやってんだこいつ。お、来た。うわ、訓練してくださった、ありがたいな。仲良くしようね。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。すごい。いやー、いいなー、これなー。この音楽ね、そんなー。どっかに長老様いない？長老様。ちょっと、こういう風にしておきましょうね。長老様出たらいつでも気づけるようにね。無駄に言っちゃったらなんですけどね。これどこでつけようかな。ちょっと長老様出ないかな。何もしない、もう全部奨励しちゃったしな。とりあえずこれで、なんかこういうので使うのもったいない。最大ケースだけ言っときますか。これ減りませんからね。軍港少し稼いでおいて、お、来た、よいしょ。あれ、私って今細川家ですよね。我が方の城奪われました。奪われました。守れ。はい、寄せて1000人、赤井さんか、猛将ですな。うち兵力も、あ、鉄砲、まあいいや、どうせ魚鱗、いや、お、野球、野球、これ、うちの城ですよね、これね。あ、これ、勝てちゃう。俺の目にしたい。うん。あ、いける。援軍、まあ、よいしょ。弱いなぁ。スキルが変わっちゃった。弱いなぁ。我が、お、あ、来た。あれ、まだ信長くんは我に続け。うわ、こんなとこにやがる。この野郎、手出しの妙だ。手出し、これ、城の中から行った方が、城入り口どこ、ちょっと城に入っておこうかな。はい、信長くんで
これ結構ね、勝ったら勲功すごいじゃない？城門が破壊されました。破壊されました。割れてますね。ここ一緒に守っちゃう。俺の命に従え。俺の命に従え。よいしょ、来た。さて、とっておきの三段打ちがどうしようか。展開の道が行きましょう。どうだ。村川君どこ行く？勝てるやん、勝てる勝てる。敵が城内に侵入しました。みんな覚悟を決めよ。戦場に立つのは力不足だな。引け退却せよ。勝てた。お、お、よっしゃー、これで勲功を稼いだか。え、なくなったの。結構いいかもここ表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。これあれですよね、家が、あ、ほら長老さん来てるよ。これラッキー。んー、今の領地でリーチやっぱ素晴らしい。このリーチを低い、やっぱ低いところで開発するのがコツですね、きっとね、これね。なんちゅうことを言う。おっしゃ、これ相当稼げる。あ、市長さん来てくれた。やった、一つ屋根の下で市長さん。市長さん来てくれてるやん。もう。で、しかも、え、あれ、ここだから。あれ、ちょっといいんだよね、ここでね。ここよいしょ。どうだ、一個ずつしかね、いけない。いけなかないけどね、全部埋めたらもったいない。少しずつ、この長老様をね。よいしょ。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。で、訪問は、勝間さん、はい、勝間さん、勝間さんで、考え長老様、ここですね、ここだよね、ここ、うん、で、次で先月の収支です。報告いたします。よし、訪問で和馬さん。あ、もうちょっと誰か来てるね。誰これ。みやちゃん、しおりちゃん、ちょっといいですか。何してんねん、あんた。みやちゃん、みやいや、めっちゃ、あれ、何家だっけ。
人ずつにしますよ、これね。もうマックスどこまで。ほら、上がった。ちょっと止めてでも見たい。止めてでも見たい。なんか嫌な音楽流れて、ほら、プラス19。もうすぐ20を超える。自分記録超えるかも、これね。ここいいな。あれ、うちの嫁さんがさ、ちょっと殺さないで生きて帰ってね行くよ、そりゃ奥さん出てんだから。やっぱ軽力回復早っ。おっしゃ、進め。おっしゃ、おっしゃ、後ろから。俺がやろう、俺がやろう。結構すごい突撃。あら、やっぱ牙一つ入れとくと強いね。また来た。もちろん速やかに3倍出しますよ。結構やられた気がするんだけど、あ、でも1000人でか。おっしゃー、進め。もう野衆達人と呼んでください。皆の者、続け、皆の者、続け、撃て野衆達人撃者、撃て、これは新しく伝えよう。どうだ、この戦バランス感引き、よっしゃ、勝ったー。おっしゃー、軍港稼げるしね。これいいな。ちょっと道邪魔。軍隊、何回目の軍隊はい、表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。ここいいわ、すごいわ。いい、森山細川家いいな。この風前の灯火感なんていうこと言ってる。ねえ、貴重さはもうマックスだけど通っちゃうとかあり。いや、抱きます。カズマス君本来おだけどね。で、情報の5役目を待つのに何してまと、下手なところを考えするとね、発生しなくなっちゃうのが嫌なんだよな。ここを考えしても、ここはいい感じ。なんか進めないとね、チョロ様現れないかもしれない。チョロ様捨てよう。違う。チョロ様。こういうのやんないとダメかな。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。9月、あ、しまった、うっとくすれば。御用を受けたまわります。すな、
とかないとね。このあたり、あまり影響はないですね、長領さんはね。今なんかしとく？ちょっと、資材をね、資材提供しましょうかね。兵糧屋だけどね、資材提供とかどうよ。襲撃系どうしようかな。逆でしょ。そんな大砲いないんですよね、まだね。大砲まだ使えないし。市長さんが、うちの嫁も結構優秀。おお、もう落ちてあったか。もうすげえ、すげえね。お、もうあれ、大月になったけど、スエコンだったの？の前に毛利が厳島で勝利しましたな。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。中身海賊の娘だと、もう大昔の話っていうことになってますけどね。はい、よし、滝川勝間さんとマブダチです。で、なんで起きないんだろう。この辺は影響なさそう。こういうあんまりやる気のない感じだとダメなのかな。ちなみに兵力マックスどのぐらいいくんだろう。とてもしは20ぐらい超えさせてくれ。潜在人口多すぎる。人口なのかな。出なくなるって。お、なんか漏れた。心臓漏れちゃった、はい、表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。あれ、ちょっと何にもしない。御用を受けたまわります。何にもしないでバンバン進めてみましょう。これね、結構よいしょ。お、兵力結構増えるやん。お、結構回復すごいね。あ、市長さんのドラヤも夫の手柄。先月の終始です。報告いたします。なんかそういうのあったのかな。人口増え続けておりますが、この音楽やね、で、ギバ、よいしょ、長老さん来るまで、お持ちかしない。カズマス君とマブダチですね。はい、カズマス君とマブダチ。あと誰とね、仲良くなってきましたね。この人亡くなる将軍様ですね。どうせならね、あれ、まだ、あれな、あ、天海さん、この人は細川藤孝さんとかもいいですね、これね。細川藤孝さんね。天海さんが長生きするのは確かですからね。天海さん言っときましょうね。相性いいかな。よいしょ。来た。うちの嫁さんが前面に立ってる。野獣達人ですな。俺がやろ。俺がやろ。
さこそ強さよ。結構信長隊の牙強い強い。うわすげえ。いやいやいや、やってくれるな。うわ強え。全部鉄砲ですね。もったいないくらい強いね。よいしょ。タイミングがね、あるんじゃなかったかな。狙いを外した。この人は必ず勝つ。蹴散らしてくれよ。蹴散らしてくれよ。この人は必ず勝つ。我らの攻め、あえて見せよ。の声だと撃ちやがる。撃て。我が戦闘はまだ使えます。使わない。野戦だと使えないな戦闘ね。うちの嫁そんな前線に出さないでください。お願いします。うわまた猛暑が好きなの来たな。回復力すごいなうちの領地。すっげえなこれ。進め。おっしゃ、もうね。俺がやろう。もう。我に続け。我に続けだと思うこの野郎。手出しの無用だ。手出しの無用だ。人形は。人形を変えよ。よくだよ。よく。おりゃ、ほら。よくでない。よっしゃ。よっしゃ。信長と打ち越して、戦闘腐った打ち使える。よっしゃ。どうだ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 。決着つけようではないか。力を出せ。我らの腕で喧嘩をつかむぞ。いやーすごいすっごい割れたんだ。あー信長負けた。どう長さん、うちの嫁の、これで決めます。見させてもらいますね。うちの嫁どう。うちの嫁勝ってる。あ、勝った。うちの嫁あかん、全滅しちゃった。うっそ。あ、死んだりがしら。いや、ご命令を。先月の収支です。報告いたします。あんまり嬉しくない。ベータさんありがとうございます。買ってください。もううち鉄木材商人ですね。で中井冒険会さん、はい、田島なんで来ないんだろう。貴様長老様
か。でも回復早、回復早。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。ほら1ヶ月で500人以上増えた。ゼロになったのに。回復力。この領地最強。領地は最強。もうちょっと戦、この土地でね、ちょっと経験値稼ぎましょうね、ここね。こういうのはやりませんから。お、誰が来た。ご命令を、先月の収支です。報告いたします。1000人超える、超えた。うわ、はい、籠城戦か。行くじゃない。900。よっしゃ、進め。野州達人の ばっかやん。撃て！力を見せよ。頑張れ。間違えた。やばかった。私に続け。間違えた。ルメリアだが、引くぞ。かかっちゃった。あとはどこ行った。あいつ、あとここか、後ろの中強いなぁ。うちのよ、あ、え、結構落ちてやる。我が戦を引くぞ。
よし、キリビー勝った。滅びますね。ご名誉。先月の収支です。報告いたします。これは、あ、スティール。兵長王様、このタイミングですか。訪問は一応、天海さん、はい、天海さん、言っておいて、んで、考えます。ちょっと待って。頭悪い。考え、ここだ。よっしゃ。来た来た。もう400、早いな、回復ね。あ、ちょっと待って、この辺とゆっくりね、こういうの大事ですからね。もう集まらないメンバーかもしれないし。敵に城を奪われました。はい、奪われました。細川家は六角国家によって滅ぼされました。はい、各家臣としてプレイを続けます。はい、でちょっとタイム、信長能力、なんで、あの、自分がプレイしてても本領発揮しないとかありですか？あれ、うちの奥さんは、うちの奥さん、ちょっと、うちの奥さん、あれ、殺され、市長さん、乗ってるからね、捕虜か、捕虜なのかだ。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。六角家の織田信長になり申した。はい。で、連れ回して、連れ回してるかな。自分でプレイしてても不審になるってどういうことよ。捕虜、音羽城、捕虜、殺したら許さんぞこの野郎。音羽城どこ。ここかよ。でもしょうがないですね。はい、ということで、はい、六角家有岡、領主の織田信長でありますということで、今回ここまでにさせていただきたいと思います。機長さんの扱い次第では、今後ちょっとどうするか。広告期待ということで。ではまた。